今日はね、日曜日ということで、まあ、ゴールデンウィーク、もう縁も竹縄なんですけれども、まあ、一応日曜日ということで、週末で、今週がですね、35,193円でした。35,193円ですね。月曜日が雨だったのかな。月曜日が換休になってますけど、まあ、一応っていうか、前半も後半もきっちり最低の25、25か、50でしょ。50なんで、3日で25っていう感じかな。で、35,000。まあ、こんなもんじゃねえって感じですね。時間的には21時間か。21時間。まあね。だから月曜やれば4万ぐらいでしょ、これ。月曜やってればね。で、4万で、4時16万ぐらいが私のペースで、まあ、プロモーションは4670円ですね。チップ300円ですね。300円。まあ、今週から新しい Uber 始まったのはチップで、いつからかな。金曜日ぐらいから始まったのかな。まあ、その前からなんかちょぼちょぼチップチップみたいな話があったんですね。あれ受け取ったよみたいなのがあったんだけど、本格的にみんな作り出したのは金曜からですね。で、私今日3日目にして初めてチップもらえなかったんですけど、まあ、ね、そんなにさ、まあ人によってはいっぱいくれる人もいるみたいだけど、逆にあれの方がありがたいよね。毎回50円もらえるとかな。毎回50円もらえるとかの方がありがたくて、まあどっちでもいいんですけど、難しいかな、なかなか。私もまだちょっと未体験です。未体験っていうか自分でチップあげたことないんですけど、まあちょっとあげてみよう。まあ私注文するときは絶対チップあげると思います。まあ、配達員なんで、ね。配達員なんで、もう当然チップはあげますけど、どういうあれなんでしょうね。でも、来てから評価の時にだから、なんかあったらとか、そういう感じで上限するのかな。配達先の変更があったとか、なんか来た時にまだいなかったとかさ、そういう時、チップ入れたりするのがいいのかなとか思いますけどね。別にあげなくてもいいですし、あと私、この間頼んだ時はお店への支援ができたんです。100円支援が2回ぐらい出てきたけど、支援しませんでしたけど。どんな感じなんでしょうね。その お店への支援と配達員への支援みたいな感じでダブルで来るんですかね。注文するときにお店への支援が来て、評価のときに配達員支援が来るんですかね。まあ、支援と言いつつも、これは恒常的につくあれだと思うんですけどね。Uber のシステムだと思うんですけど。はい。そんなところですかね。あとは、まあ、なんだろう。今日のニュース的には、なんかね、ユニオン発で、なんか、Uber 配達員一人死んじゃったっていうね、話があって、まあ、これはこれでなんか一つ動画撮れそうな気がするんですけど、まあ、逆に言うと、今まで死んでなかったのかなっていう気もしなくもないんですけど、なんかさ、向こう、世田谷の方のさ、すげえごっつい車がさ、信号無視して突っ込んできてさ、何か巻き込んだ事件があったじゃん。あの時なんか、バッグが散乱してたっていうけど、あの人知らなかったんですかね。まあそんな、ただそういうさ、なんか一人亡くなった大学生がみたいなのがあったけど、どうなんでしょうね。出前館とかピザの配達とかっていうのは死なないんですかね。ああいうのってどうなんだろうね。あと、まあこれもあんまり言いたくない話なんだけど、昔ね、私マクドナルドでバイトしてた時に、ポテトの段ボールをなんかバイクで運んでた時になんか死んじゃった人がいましたね。それもね、そのなんか、ちょっとそのね、なんかいろいろ問題あったんですけどね、問題あったっていうか、嫌な感じです。サービスっていうか、こう、やってあげるよ的な感じで、お願い的な感じでやっちゃって、なんか事故っちゃったみたいなので、まあ、Uber Eatsならまだ業務中だからいいけどさ、ちょっとその業務とは違うところだったので、また、みたいな話だけどね。だからそういうこともあるわけでしょ。でもなんかその、事故ったやつ見たけどっていうか、ちょっと見たらなんか、軽自動車とぶつかって自転車が死んだみたいな感じでしょ。そんな、だって死ぬイメージってさ、すげえ大通りで引かれるイメージだけど、あんなとこでそんなスピードとか出してんのかね。出会い頭とかなのかな。一時停止車がしなかったとかで、ぶっ込んできたのかね。自転車と軽自動車で死ぬっていうのは正面衝突ってことかな。ちょっとよくわかんないんだけどね。まあでも、2号にはね、
死亡者2号にはならないようにね、気をつけて運転していきたいなと思っておりますけれどもね。どこですかね。あ、あともう一個あった。あれね、40万ね。金曜日ぐらいですかね。Uber Eats、月収40万、40万いくっていうね。まあ40万いくんじゃ、だって週10万稼げば40万でしょ。週10万稼いでる人っていうか、普通にいけてる配達員とかみんな10万稼いでるから、40万いくんじゃん。私はさっきから、いつもやってる通り、ね、だいたい16万ぐらい、16万ぐらいかなと思います。ただね、安定はしてると思うんですよね。まあ、これも、軽自動車、チャリとかであると思うんだけど、私、別にコロナだからって、売り上げ全然変わってないです。まあ、ただ、深夜から昼間に変えたっていうのはあるんですけど、売上的にはほぼ影響を受けてない感じですね。なりも。まあ、夜はならないですけどね。だから、やっぱりね、自転車がならないんだと思うんですよね。どうもならない、ならないって、ひいひい言ってるのは、どうも自転車で、あれじゃん、誰だっけ、あの人。あそこ TV の人、車でやってて、普通になるでしょう。バイクもね、結構なるんですよ。うん。だから、ならないのはチャリなんで、ちょっとチャリどうしようかなと思いますけどね。バイクとか軽貨物はなりますね。配車が違うから知らない、ね。ただ、あれですよ、もう、どの配達も5キロとか6キロとかですよね。はい。なところでね、まあ、ちょっとその Uber Eats 今流行ってるんで、まあ、小野田さんが始めたりしてるじゃないですか。小野田さんとか、なんかプロ野球選手、元プロ野球選手とか、なんかオリンピックのメダリストとか Uber 始めたりして、まあそのコロナがあって、もうフードデリバリーがすごい熱いっていうことでね、小野田さんもさすが目のつけところがすごいですね。なので、まあ、ちょっと私もね、その辺で便乗してね、この Uber のチャンネルもね、大きくしていきたいと。なんか44とかがやってたじゃないですか。44とかやっててもなんか Uber だともう限界があるわとか言ってたけど、いやいや、ここは今これ Uber 熱いんじゃねえの。Uber の、Uber YouTuber がすげえ熱いんじゃないのかなと思ったんで、まあいろいろね、勉強させてもらって便乗していきたいと私も思っておりますので、まあ大体私週1とかしか上げてないんですけど、動画、これこういうね、週の動画しか上げてなかったけど、まあ今後はね、まあちょっと毎日上げていこうかなと。毎日あげて、まあちょっと、チャンネル登録者数をね、1000人超えさせていこうかと。このチャンネルもね、思っておりますので、よろしくお願いします。よし。